このたび、えー、プーチンが5月24日にウクライナに侵略して、ですね、これ、世界の歴史にも残る戦争犯罪をやってしまった、私はその20日ほど前の2月7日にロシアのプーチン大統領宛に書簡を出したんですけどね、それはどういう内容かというと、絶対に戦争だけはしてはいけないという、すればあなたの生命、政治生命終わっちゃおうよということを書きました、それにあたってあの、元安倍首相がですね、 プーチンに対してファーストネームで呼ぶぐらいのウラジンビールという仲なのになぜ行かないのか、交渉しないのか、それと及び、ヤンボウト太郎さんにも野党連携して、また与党に温度をとって、プーチン、またはロシアの閣僚に会いに行っていただきたいと思いいまますす以上でごござざありがとうございます。 まああの国際法違反に当たるような軍事をもって侵略をしてしまったというロシアに対して、えー、アプローチとして日本の政治家たちも何かしら話し合いということをしていったほうがいいんじゃないかというお話でしたありがとうございます令和新選組代表山本太郎皆さんからのご質問にお答えをしているところでございます、えー、お時間ない方どうかチラシチラシだけでもお手に取っていただければ幸いです、えー、本当に一日も早くこのウクライナでの戦争というものを止めなきゃいけないということですね 長引けば,長引,けばが長引くほどウクライナの人々の命は失われるここに対して経済制裁だという話もっと強化するべきだという話がありますが私たちはそれに対して、えー、強力な経済制裁というものを続けることは危険だと思っています慎重です、どうしてか経済制裁というのは長引く傾向があるということは分かっているはずです。 つまりは何かと言ったら解決までに3年、5年、10年かかるってことはその間、ウクライナの人々の命は危機にさらされるってことそれをあなたは供与するか私は供与できない一刻も早く停戦合意これを促進していくような日本側のアプローチっていうものが必要なんだろうとそう思いますで、一方で日本側としても交渉のカードとなり得るべきだというようなお話だと思うんですね、えー、雑に整理して申し訳ないんですけど で野党側の議員たちが会いに行くということに関してははっきり言えばそこで決定権が何かしらあるわけじゃないですからここに対して向こう側がじゃあ会おうかっていう流れにはなかなかな,かなりづらいかもしれないそれをやってみなきゃわからないんですけれどやはりここは日本政府としてこの停戦合意というものを促進していくようなえカードになるような危害を持たなきゃいけないじゃあそのカードになるために何が必要かといったら当然、このロシアに対しては最大限の非難をしつつ 一方で中立という立場は私は取らなきゃいけないと思っています中立とは何かというと世界と合わせた足並みを揃えた経済制裁というものに踏み出していくということは私は慎重であるべきだと思っています経済制裁の中でも戦争を始めたその指導者であったりとか軍事産業であったりとかというものに対しての制裁はあっていいと思いますただしそれを後半に広げていくことによって影響がかなり大きくなる 先ほどから言っている通り、一つは長期化する、もう一つは、その経済制裁の影響によって、今やもう世界でも肥料不足が起こっている、農業の肥料ですね、それによって、一番最初に打撃を負うのはどこかしっ,ったら貧しい国からですよ、食料不足ってことと直結していってしまうってことです、それ以外にも日本国内でもさまざまなことが起こってます、例えばですけれども、この、えー ロシアと直接やり取りがある企業ですね直接間接的にやり取りがある企業は一万五千社なんですよこれ帝国データバンクの数字ですけどつまり何かというと何かしらの制裁をやるたびにその一万五千社には影響が出るわけですね制裁やるんだったら国内産業へのしっかりとした補填やらなきゃダメでしょでもやってないんですやらないんですむちゃくちゃですよやってることでこれまでやってきた経済制裁が一体どのような効果を生み出すのかっていうことの 答えを持ってるかっったら持ってないんです。どんな効果が出るか分からない制裁に対して、世界がやってるから私たちもやろうっていう、そういう話なんですよ。これって無茶苦茶じゃないですか。効果が分からないものに対して、ただ強化だけしていく、それによって国内産業に対しても影響が出る、そこに対して補填もしない、お金も出さないっつったら無茶苦茶ですよ、やってること。やらなきゃいけないことは何か。 経済制裁ってことを世界がやってるから一緒に足のみを揃えますっていう姿勢ではなくて、先ほどから言っている通り、ロシアの非難もしつつも中立の立場を私たちは選ばなきゃいけないと思ってます。その理由は何かしったら、交渉できる相手として、テーブルを作ろう、テーブルを伝ってくれ、ついてくれということを日本側からちゃんと言えるような、私は外交をやらなきゃいけないと思ってます。そういっっったた意味で今岸田政権がやってることととはちょっと乖離した 私たちとはちょっと距離があると思いますけど、おそらくそういうことから始めていかなきゃ、その交渉ってとこまではいけない、そう思ってます、ありがとうございます。